はい、どうもさん、こんにちは、カズマックスです。今日はですね、あのハリオさんから新しい、アウトドアに最適な革新的な、ドリッパーレタということで買ってみました。開けていきたいと思います。ん？え？これか？え？これドリッパーか？え？マジか？うっす。これは本当にコーヒードリッパーなんでしょうか？なんか衣類とかヒートテクとか入ってその箱ですけれども、まずこれ名前が、ハリオゼブラン V60 フラットドリッパー02というモデルでございます。このゼブランっていうのはね、ハリオさんが新しく立ち上げた、屋外用のコーヒー器具ブランドらしいんですよ。ちょっと読みますね。ゼブランはコーヒー器具メーカーのハリオ商事が考えた屋外用コーヒー器具ブランドで、コロナ禍でニーズの高まったキャンプでできる新たなコーヒー体験をテーマに立ち上げました。世界中のコーヒー愛飲家に選ばれているハリオの V60 ドリッパーを折りたたみ式にして、持ち運びの利便性を高め、外でも自宅と同じ抽出方法にできれば自然を感じながら飲める、アウトドアコーヒーは格別な一杯となることでしょうということで、たためる V60 のドリッパーなんですよ。僕 V60 ヘビーユーザーなんでいや、これはね、買うしかないだろうということで、買ってみました。でもとりあえず開けていきますかね。よいしょ。お？ん？何がどうなってんだこれ。これは、あー、なるほど、なんかの包み紙かと思ったけど、これもしかして、あー出たセンスみたい。包まれていたのはドリッパーのホルダーだ。これをまず下に置いて、ドリッパーくるっと巻いてセットするわけですね。なるほどね。ちょっと詳しくやってみましょうか。はい、じゃあまずこれ裏表がありますね。ツルツルしている方とリブが切られている方、リブは下に向けてこう太くなっていってますね。しっかり切られています。でこれを内側にしてくるっと巻きます。でここに穴が、5つですね、開いているんで、対応するこのポチボタンを、1個はまった、よし、2個、3個、4個、5個、よし、 OK、 しっかりはまりました。うん、軽く振っても取れないですね。ある程度は、まあ、頑丈なようです。でこれを最後に、ホルダーに載せると、はい、ドリッパーの完成。これが、ゼブラン V60、フラットドリッパーの全貌でございます。なんか思った以上にちゃんとドリッパーしてるんだけどなんか上から見てもさ、なんだろう、歪んだりとかほぼほぼないんですよ。こう台になっちゃったりとか、しっかりとこの V60 大元になったドリッパーの機能を果たしてくれそうなちゃんとしたドリッパー、すごいぞあれ、ちょっとマジで期待以上なんだけど。はい、ドリップスタンドの進めるとこんな感じですね。何の違和感もなく普通のドリッパーに見えるすごいな、このクオリティで。個人的にね、一番いいなって思ったのがここの部分です。見えますか皆さん、このドリッパー本体と、このホルダーが干渉しないようにつなぎ目の部分がちゃんと穴開いてるんですよ。でそれだけではなく、この下の部分、このなんだろう、ドリッパーのペラペラしている部分、膨らんでいる部分がちゃんとね、ここにフィットするような角度で切られているんですよ。わかります？これちゃんとね、固定ができるんですね。ありえないレベルですごい僕今までこういう、なんだろうな、簡単なコーヒー器具というか触ってきたんでわかるんですよ。これは普通じゃないここまで気にするのは普通じゃない。いや、これはね、開発部の人相当こだわって作ってますよ。やばいコーヒー好きはきっと作ってるいや、これは感動した。ちょっとこれでコーヒーを入れてみたいと思います。あ、そうだ、これ02だった、ちょっと紙が違うわ。はい、こっちですね。うん、ほんと
改めてこのリブの切り方がすごく綺麗でいいですね。まあ、シリコンだからこそすごく再現性が高くて、まあ、ガラスとかプラスチック の大元の V60 と全く同じでね、すごく安定して入れられそう。あ、揺らしやすい。いい香り。やっぱり02サイズなんで若干ドリップポットと粉面が遠いような気はするけれど、やっぱりドリッパーの性能としては V60 でちゃんと早いね、落ちるのが。まあ、今回粉をねかなり多くしたんで問題ないんですけれども、少ない杯数を入れたいなと思った時用にこう01サイズも作ってくれたら、正直めちゃめちゃ嬉しいなって、間違いなく買うなって思います。この早くを通してね、すっきりとした美味しい、こうえぐくない雑味の少ないコーヒーを入れやすいっていうのが、まあ、ハリオの魅力なんですよね。それをちゃんと継承していますね。よし、下ろします。お、ちゃんと引っかかりますね。ん？お、すごい。ちょっと待って、皆さんこの先っぽの部分見えますかね。すごいツンとちっちゃいんですけども、突起の部分、これがついていることによって多分ね、サーバーに乗せた時に、あ、すごい、ね、ちゃんと落ちずに滑らずに安全に入れることができる。こっちに乗せてもドリップスタンドも大丈夫だったし、幅がね結構広いから何でも対応できそうだし、すごさっきも言ったんだけど、これ考えた人本当に多分コーヒー好きなんで、自分でコーヒー入れてんだよ。プロダクトデザインが半端じゃなさすぎるいや本当に実用的、これ拍手だわ感動モンテレベルで、すごい。これはすごいものを買いました。ぜひね、01タイプ作ってほしいこれ絶対売れる。いや、皿ととんでもない出会いをしてしまったけどもいや、じゃあ早速飲んでいきましょう。いただきます。もう本当にね、普通に美味しいね、驚きとかはない。間違いなく入れていて、これまあ美味しいだろうなっていや、いつもの V60 だって思いながら入れていたから、普通に美味しいです間違いない僕の味。いつも通りの自分好みの V60 のいつもの抽出がこれによってできたから、これを持っていけばもうキャンプ以外でも普通に出張先とかさ、まあ、実家とか、まあ、どこでもできるじゃんこれまでさ、コンパクトなドリッパーとか、畳めるドリッパーとか、バネットとかもそうだし、いろんな、まあ、外出用のお出かけのドリッパーを紹介してきましたけれども、使ってきましたけれども、これ一択じゃないかなだって何せこれ壊れないんだもんね。材質もシリコンだから撥水性抜群だろうし、洗った後、まあ、拭くどころかもう振るだけで多分ね水飛んでくからめちゃめちゃお手入れ簡単やし、薄いからどっか荷物の隙間にでも挟み込んでおけばいいわけだし、パーツも少ないし、こっちなんかもう全部シリコンだからね、本当にすごくない？これしかないってレベルですごくないこれは本当に本当に推しだから、皆さん亡くなる前に買った方がいいですよこれめっちゃ推し、美味しかったコーヒー、ぜひぜひカズマックスのおすすめです。もうそれだけ本当に今回言いたいことは、もう感動したはい、というわけで、もう本当こんなの久しぶりだな、こんなもう激推しみたいな多分人を選ばず万人にこうおすすめできるからこれだけ言います。ぜひぜひ買ってみてください使ってみてください。
はい、というわけで今日のカズマックスの、コーヒーワールド、ハリオの、V60 ゼブランですね、フラットドリッパー02のご紹介でございました。じゃあまた次回お会いしましょう。じゃあね。すごい。いや大満足だわ。